こっち行こう、進もう。あ、魔力か。あ、なんかありそうだな。調べよう。これだけビルが崩壊しているにもかかわらず警備が慌ただしくなる様子がない。警報もなく不気味なほど静まり返っている。これは罠じゃないか。大丈夫かな。こっちは単に使用していないエリアを封鎖しているだけのようだ。使えよ。このフロアにはセレッサの、あー、セレッサの気配を感じ、あ、壊しちゃった。使うつもりなかったのに。エレベーターは運転を停止している。安全装置が働いたのだろう。この柵な、この程度の柵なら壊して外へ出れそう。落ちるよ。危なかった。あー、エレベーター来てる、エレベーター来てる。じゃん、無理。でも死ぬほどではなかった。まあ登っていけってことなんでしょう。はい、来るよね。それは分かってる。まだ来る。お、2つ来てる、2つ来てる。これで行った方が早いわ。よし、お前一回戦ったぞ。こんな、少しずつ削るしか方法ねえな、これ。あー、ムカつく、こいつ。嫌じゃねえわ。左右に振って、さあ来い。うわ、逃げろ逃げろ逃げろ。お前は隙ありなんだよ。あ、しまった。避けてんだけど絶対すっげえ食らう。くっそ、1回目無視で2回目だけ避けられるのか。これこれでいいや。これは避ける。よし、こんな、いって、ダメだ。こいつ何なんの、マジで全然避けれねえ。
て。よし。よし。もうちょい。ああダメだ。そう。顔。ああ当たってる。全然避けれねえ。何こいつ。なんでだ。避けれねえ。つか移動ができなかった。なんだ。全然わかんないんだけど、あれどういうこと。え、なんで食らった今。とりあえずこっち側に行けば最初のは避けれるだろう。で、これも間近で避ける。よし。あれ、よし。で、危ない危ない。これ耐震が欲しい。よし、少し削れるよね。よし、くっそ山だ。よし、あと1メモリ。すっげえ食らう。よし、おい、くもうちょう。よし、これ続けるとかないよね。これで終わりにしてくれよ。あるな。いや、終わったか。よかった、進もう。で、どっちだ。こっちだな。よっと、どっちかな。調べよう。いつビルが倒壊するかわからない。一刻も早くセレスタを探し出さなければ。それはわかるんだけど、こっちだな。うえ、天使の像。ちょっと早く。これ乗ってけとことか。じゃあよし、広いとこに出た。ん？
ます。よいしょー、なんか打ち込まれた。え、あ、ちょ、なになになに、あ、なるほど、これはまずい、これ上乗ってけってことかよ。いや、どうした、どうしたらいい。とりあえず壁が来ないことには始まらないんだけど、壁全然来ねえな。動いてるとかではないのか。あ、来た来た。よし。あ、お前らかよ。邪魔。とりあえずどんどん進んでいって落ちるよね。あ、これ中間っぽい、中間っぽいないんだけど、どこ進むんだ。これがといって落ちろ。よし、じゃあこっちでいいっぽいな。よし、一目、一応これで合ってるっぽいから、消えるのを待って、多分動いてくるだろう。これ来ない、向こうか。それは無理。ダメか、届かないか。うえ、あ、上がってきた。よし、これを渡っていこう。もう一周来るかと思ったんだけど、その前に行っちゃったからな。よし、いや、わからねえ。いや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 、え、向こうに行きゃいいんじゃねえの。あ、食われた。どういうことですか、進めなくなったぞ。うっそー。ん？とりあえずこれを乗って行くのは間違いないんだけど、これで攻撃フラッシュで、よいしょー、吹っ飛べ。
で吹っ飛ばして、どうしようって、こっち2個目乗ったよ。どういうことですかね。やっぱあれでいいんだろう。よいしょ。ちょっと待って、一回戻れ。向こうか。あ、来てる来てる来てる。よし、これで終わりだ。まず1体、もう1体はこれで終わらす。なんか出たよ、フィニッシュマーク出たけど。あ、これ出ないと向こうに進めないってことか。よっ、よいしょ。あ、いいんだ、これで合ってるわ。そういうことか。ん？これじゃねえの。とりあえず一周。いや、違う？こっちに行きたいんじゃないの？なんかあった、うん、あれか。一回降りよう。よし、でまあ一周してきたわけなんだが、特になさそうなんだけど。あった、式イザベル最高幹部その1、ビグリッドを実効支配して都市計画や武装を意のままに操るなど、華やかな表向きとは裏腹に少なからず暗部を持つ巨大な企業イザベルグループ。同社はその強大な支配力と豊富な資金力を背景に、近代ビグリッドの象徴ともいえる人工島イスラデルソルを作り上げ、島の中央に経営機能の中枢を持つ超高層ビルイザベルビルを構えた。そのトップに立つのが賢者の最後の生き残りと言われて人々の崇拝を集めている男、バルドルである。このバルドルという男は謎の塊だ。彼が賢者の末裔というのならば、その地は彼らが絶滅したと言われる500年前より脈々と続いてきたことになる。だが賢者の家系などというものは過去数十年振り返ってもこのビグリッドに存在した記録はない。彼自身の素性もその出身、家族、学歴、職歴など現在公表されているものは全ては捏造だ。彼のイザベルに所属する前の経歴も不明で、定かな記録が全く存在せず、まるで出生から現在に至るまでその人生を徹底的に秘匿してきたかのようなのだ。イザベルの新世代エネルギーの開発に絡む不穏な動き、そしてエスカレートし続ける未曾有の軍事拡大について前述した通りである。だが何年何十年も前から自身の出場をひた隠しにしてきた男が巨大企業の最高幹部の地位につき、そこで世界を揺るがすほどの大規模な計画を実行に移すなどということが果たして可能なのだろうか。どうなんですかね。